なんかこう半分でさまざまな役を演じさせてもらったので、こういろんな洋服が着れて面白かったです。でもやっぱりこの半分の野球とサッカーっていうこの衣装がすごい面白いなと思ったので、こっちやるときは野球でこっちはサッカーっていう見せ方のやっぱ朝のこの洋服でのシーンが印象に残ってます。そこもなんか指揮をしながら急に綿飴作ったり、指揮をしながら綿飴作ったりっていう、なんか全然違うことをまたしてるのが新しい感じで面白いなと思いました。朝一のあの野球の球を取って下目の方を見てやった方がいいねとか、そういう感じでちょっと変えながらやっていきました。でもやっぱり一つの服を着て半分半分だったり、それぞれのいろんな役を CM の中で表現できているので、それはちょっと面白いかなと思います。まあ仕事以外のプライベートな生活と両立してます洗濯してちょっとぬか漬けとか つけてみたり味噌作りもしてみたりとか、ちょっとそういう割と丁寧な生活を心がけつつ仕事と両立をしています。でも今1個のやつを毎日混ぜて育ててます。どれぐらい前からやられてるんですか？2週間ぐらい前ですか、ね、最近。なんかすごいやりたいことがあったら、何か例えば陶芸とか、まあすごい英語の勉強とかでも、なんかこう勉強しながら学生生活みたいな感じとお仕事の両立とかもいいなっていうふうに思ってます。今回 CM でさまざまな役どころ演じてます。コミカルな面白い CM になってると思うので、ぜひご覧になってください。